は？パリはいいなぁ。パン硬いけど久しぶりだな、大神。元気そうで何よりだ。しばらく会わないうちに大きくなったな。実は海軍の研修旅行でスイスに来てるんだよ。今日はお前に会いたくて休みを取ってきたのだ。嬉しいだろう、大神。怒ってた、大神。今日は一日俺にパリを案内してくれないか。個人曰く善は急げだ。さあ連れてってくれ、大神。遊園地に連れてってあげるんだ。そうなんです、ココリコに遊園地に連れて行かれるんですよ。ところで大神さん、もしかしてそちらの方は生き別れのお兄さんですか？日本人だよね、一郎の友達。ちょっと待て、大神。曰く沈黙はフランだ。今後俺には極秘任務がある。彼女たちに帝国歌劇団月組の隊長であることは秘密だ。
次回はま、日本で貿易商をやってるざんす。大神とは学生時代からの古い付き合いざんす。どうぞよろしくざんす。よろしくザンス。私はエリカ・フォンティーヌというザンス。僕はココリコって言います。加山さん、イチローのことをよろしくお願いします。なるほど、そうざんすか。お二人とも綺麗だと思ったざんすよ。それはいいとして、大神さん、明日のお休みって何してるんですか？私たち遊園地に行きますので失礼しますね。あ、待ってよエリカ。じゃあね、イチロ。さよなら、加山さん。あ、さようなら。なんだあのエリカって子は。なんともつかみどころがないや。大変だな、大神。それじゃあ今度こそパリの街を案内してくれよ。ございます、大神さん。今日もいいお天気ですね。隊長ではないか。奇遇だな。こんなところで何をしているのだ。バンジュール、マドマゼル。ミーの名前はユイチカヤマ。どうぞよろしくザンス。こちらこそ。私は北王子花火と申します。私はグリシーヌ・ブルーメール、パリを守る貴族。ところで大神さん、明日のお休みですが。何か予定は入っていますか？我々は休日といえど気を抜くことはできん。気候の予定を知るのも任務だ。で、明日の予定はどうなっているのか。
わからない。ならまだ予定は立てていないのだな。そうか、予定はなしなんだね。私は神出鬼没が心情でね、今の話はしかと聞かせてもらったよ。いやー、マドモアゼル、ミーの名前はユイチカヤマ、貿易商をしているザンス。ま、そういうことにしとくか。ノベリア、盗み聞きなどこの私が許さん。聞かれる方が悪いに決まってんだろ。用も済んだし、アバよ。成敗してくれる。あ、グリシーヌ待って。それでは大神さん、カヤマさん、失礼しますね。モテモテだな、大神。今の女性たちもシャノワールの踊り子か。随分個性的なメンバーが揃った店なんだな。頑張れよ、オガミ。よっしゃー、その意気だ。元気を出せ。まずは俺をそのシャノワールに案内してくれ、オガミ。
Thank you.
時に大神、日本が懐かしくはないか。帝都のみんなもお前の話ばかりしているな。その様子だと苦労しているようだな。大神、敵を知り己を知れば百戦危うからずだ。己とは何も自分のことだけではないぞ。隊員たちのことも同じだ。隊員の人となりを知ることこそが全員をまとめる要になるんだ。おっと、時間のようだ。俺はもう行かねばならん。頑張れよ、応援しているからな。
Thank you.